お疲れ様です。今回紹介する暗号通貨は、この仙山港ってやつなんですけどもね、これね、4月にね、ご案内しようかと思ってたんですけども、なんともう値上がりしてしまったんで、ちょっとね、紹介4月のやつはちょっと切り替えて、今お話しすることにします。で、昨年の12月、主には今年の1月から暗号通貨の、これ爆上がりすんじゃないのみたいな情報をね、こうやって、ちょこちょこと発信しながら、1月は柴犬。で、2月はですね、白菜っていうコインを紹介して、3月は GX チェーンというね、順番でやってたんですけども、その中で、暗号通貨のコミュニティをね、やらないんですかってことで、昨年のうちにお問い合わせをいただいてたのを、コミュニティまではいかなかったんですけどもね、何人かの方とね、暗号通貨の、やり取りをしていたんですよ。で、この仙山港ってのが、2024年のね、夏ぐらいには、ちょっとこう値段上げるんじゃないかなっていうことをお話ししていて、それをね、真に受けて、1万とか2万とか買っていただいてた方がいたんでね、その方から今日は連絡があって、おかげさまで値上がりしましたみたいなこと言われてたんでね、ちょっと見てきたら、そうなんですよ、値上がりしたんですよね。2倍から3倍になっていて、1週間前に比べると5倍ぐらいになってるんですよね。だから私の紹介するコインの中では、爆上がりってわけではないんですけども、でもね、5倍っていうコインもなかなかないですからね。ビットコインとかイーサリアムってもうかなりの有名コインになっちゃって、5倍にはもうなんないでしょ。なるにしてもすごい何年っていう時間がかかると思うんですよ。その中で、1週間も経たずに5倍になるコインってなかなかないと思うんですよ。白菜もね、2週間で100倍とかになりましたんで、これ何が言いたいかっていうと、暗号通貨ってね、値上がりする要件っていうのがいくつかあって、それに合致したものは値上がりする可能性が高いんですよ。その一つがランキングの、なんて言いますかね、500位以内に入ってるやつよりも、600から800ぐらいの位置にいるコインっていうのが上がりやすいんで、その中の200個ぐらいのコインをいろいろリサーチしておけばいいよってことなんですよね。それから、上場ですよね。いろんな暗号通貨の取引所に上場されるんですけども、この取引所に上場されたら、かなり買いが集まるよみたいなのがあるわけなんですよ。ですんで、国内、国外問わず、だいたい100個ぐらいのね、暗号通貨の販売所とか取引所のことをマークしておくのが大事なんですよ。そうなってくると、やっぱり上場情報っていうのは届くんですよね。で、仙山港っていうのはまさにね、この上場が今週集中したんですよ。で、いろんな国の取引ができるようになったんで、それで買いが集まったってことになります。で、これがゆくゆくはね、日本とか、それからそうですね、日本だけですね、日本の市場にオープンしたらもっと値段上がると思うんですけども、なぜかっていうとね、日本人の方って海外の暗号通貨取引所って作るの嫌がるでしょ。バイビットとかバイナンス、バイナンスとバイビットぐらいですかね、作ったにしても。だからああいう風なね、もう有名なところっていうのは、もうすでに、そんなに取引がいきなりグッとね、上がるもんでもないんですよ。そうじゃなくって、もっともっとね、知られてない暗号通貨取引所。知られてないって言っても、日本人が知ってないだけですからね。で、暗号通貨の取引っていうのは日本ですごく盛んなんですけども、アメリカとか、それから G7、こっちの方も盛んで、あとはね、BRICS です。実はね、BRICS のこの開発力っていうのはすごく強くって、BRICS っていうのは自国の通貨にものすごくね、信頼性がないんですよ。で、マーケットもちっちゃいんですよね。で、国際金融っていうのは、主にドル、それからユーロ、それから日本円、この3つの通貨でやり取りされていて、ルーブルですらね、そんなに使われてないわけですよ。そう考えていくときに、ドル決済とか、円決済とか、ユーロ決済で、直接やり取りができるコインが人気なんですよ。例えば、柴犬って誰でもね、コインチェックなどで買えるわけじゃないですか。でも、白菜ってものは買うのに、海外の仮想通貨の取引所を探して、安全性を確かめて、そこに、承認しなければいけないですし、やり取りも基本的に日本語サポートがないんで、めんどくさいでしょ。めんどくさいからこそ、そこで、白菜ってのがあんまりやり取りされないんですよ。でも、白菜が日本市場にグッと来たら、取引する人増えると思うんですよね。ただ、増えてしまうと、最初の頃は値段を上げるんですけども、しばらくするとね、もうね、値段が上がらなくなってくるんですよ。つまり、日本市場に上場されたら、もうね、値上がりの可能性はすごく低いってことになります。その代わり安全性は高いっていうことになりますよね。だから、これからの暗号通貨の取引ってのは、いかにね、日本の暗号通貨の取引所に上場するまでに仕込んでおくかってことが、その勝負のほとんどになってくるかなっていう中で、仙山港なんてね、誰も知らないような通貨ね。まさに値上がりするわけですよ、こういうのが。こういうのを紹介して、まあ、あまり紹介しすぎるとね、資金の問題とか、あと、あまりにも忙しくなっちゃうっていうところがあるんで、一応ね、月に1個ぐらいを、目処にしております。で、その中で今ね、精査して絞り込んだのが、だいたい20個になってるんですよ。600から800のランキングの中の200個って言いましたけども、200個のうち、10分の1、20までに絞り込んで、それで、その20個の暗号通貨のうち、今年は10個ぐらいを皆様に無料動画の中で紹介しようかなっていう中で、まず1個目が柴犬。で、白菜。GX チェーン。4つ目が、この仙山港にしようと思ったんですけども、ちょっと4つ目はまた考え直します。で、3月のね、GX チェーンも、まあ、可能性すごく高いんですけども、もうちょっとね、時間ください。3月になったらまた改めて GX チェーンにするか、それとも別の通貨がね、刺さってくるか、もしかしたら仙山港が3月の紹介通貨になるかもしれませんけどもね。今日はそんなところでご容赦ください。それではお疲れ様でございました。